京都の老舗恵恵楽屋の14代目当主14世、サイツジ平8月31日体は、日本最古の恵恵恵楽屋14代目当主、テヌクラファー、市場繁栄会商店街振興組合理事、市営公員段下総代、大中安、段下総代、京都観光おもてなし、大使、京都伝統産業青年会直前会長。縁は、戸籍上は、 中央課の伊賀金。高校時代は卓球でインターハイに出場。1992年に12世最辻伊兵の長女と結婚し無養子として細辻家。その頃の英楽屋は債務超過で柱となる事業がなかった中、明治から昭和初期にかけて社内で1年間に100柄制作して立て拭い事業部。100。 色界の手拭いの束を見てその時代を超越した作品に心打たれ復刻を決意。オリジナルの生地の開発や染色技術の研究などを行い試行錯誤の末、高品質で安定したものづくりを構築。2000年に英楽屋初となる小売店舗を出店以降最大20店舗を出店現在は京都の未給店舗を展開映画や創業を400年を機に、 もっと多くの方々へ手ぬぐいの魅力を発信すべく古典をスタート、春秋、煩悩だるま、昇竜、薙刀鉾などの12メートル以上に及ぶ一枚の絵となる長尺手ぬぐいなどを展示。イラカと題した京町家の屋根瓦を再現した手ぬぐいを並べて配置した中を薙刀鉾が行き交う姿を再現。あっぱれ滝桜と題した作品を展示。 最長28.5メートルの2種の桜柄ガーゼ手ぬぐいを計72本、総メーター数約1300メートルに及ぶ作品を館内の吹き抜けに展示。2017年7月1日から7月11日、京都高島屋一階ユトリウム、ことぶきは平風と題し、祇園祭関連の手ぬぐいを使用した金病風に、それぞれ永楽通報を模した車輪や、 祇園祭りに関する金衡を施した作品6点をユトリウムとメインウィンドウに展示。2018年7月1日から7月10日、京都高島屋1階ユトリウム2018年版、ことぶきは平風を展示。メインウィンドウには昭和初期柄の京都の1年間の行事を描いた手拭いで制作の年中行事屏風を展示。 2019年7月1日から7月9日、京都高島屋一階ユトリウム、県ラ屏風、祇園祭山ぼこ図と題した作品展示。6枚の手ぬぐいサイズのキャンバスに描いた、祇園祭の風景をもとにレイアウトした手ぬぐい、県ラ屏風、祇園祭山ぼこ図を発表。2020年7月1日から7月9日、京都高島屋一階ユトリウム、 世界的に活躍してきた、具体美術協会のラストメンバー森内恵子による、薙刀なを描いた作品をもとに制作した手ぬぐい、薙刀な赤、薙刀な金銀を発表。2020年12月4日から12月13日から、細辻 GA、エ、テアホーセサポーテッドバイムレスナ、エーラク屋14世、サイツ G 森内恵子 ルルー如来に捧げた禅の意図と題し、具体美術協会のラストメンバー森内恵子による作品、ルルーを中心とした展示や、ルルーを忠実に染色で表現した手ぬぐいなどを合同展示。ありがとうございます。